俳優の間宮祥太朗、佐藤二朗、川井里奈が12日、東京、渋谷109の入り口前にサプライズ登場。この日は朝から同所や渋谷ヒカリエで白い仮面をつけ、黒いフーディを着た雨男たちがキッシュを配って映画、変な家、3月15日公開の宣伝活動をしていた。同映画に出演する3人も同じ仮面をつけて現れたが、横から見ると思いっきり杉明さん笑い、間宮とバレバレで、現場は一時騒然となった。雨男は総勢100人、間宮たちが現れた時には渋谷109前に30人ほどの雨男が集まり、異様な雰囲気が漂っていた。間宮は劇中さながらに手に持った撮影機材で現場に降り立ち、変な家雨男大量発生から今から渋谷109に潜入しますと録画を刊行。雨男たちを怖がってティッシュをもらっていないと察知した佐藤は、お面を外した後、ティッシュに QR なんちゃらがあるから、そこから特別な映像が見られるからとティッシュを受け取るよう促し、聞いているかとざわつく周囲の気を引いていた。